ておりますで太陽とつながる電池のトコンサートということで、先ほど話ありましたように金沢は去年の6月にやって、今回で2回目で、この活動自体は今日が59回目、2016年の9月広島からスタートして1ヶ月に1回世界中のどこかの町でやろうという趣旨で、させていただいて今日が59回目になります。で、まあ、このコロナの影響で本来もうちょっと回数を重ねてたんですけど、今年まだ2回目ということで、先月の滋賀に引き続いての2020年度2回目が今日になります。でこの太陽とつながるっていう意味なんですけど、まあ、去年も同じ話させていただいてますけども、もう一度説明させていただきますと、この今日先ほど説明ありましたように炭酸のこの充電池ニッケル水素電池を24本で、ライブをしていきます。この各スピーカーに8本でミキサー、ヘッダーに4本で PA に4本ということで合計24本だけでやっていきます。でこの電池がその富士通グループ出荷時に全部この太陽電池で充電しているということで、今日の音は皆さんこれ太陽の音聞いていただいてるんですよということで、太陽とぜひつながってくださいということから太陽とつながる電池の音コンサートを言っております。で、まあ、この、本当にスタートの時 その趣旨といいますのが、その乾電池、一般的にその使い捨ての乾電池というのが日本でだいたい年間16億本ですから、まあ1人当たり、国民1人当たりがだいたい15、6本は使ってます。それ去年の数字です。で世界中では545億本毎年使われて捨てられて、しかも乾電池というのはリサイクルができなくて全部埋められています。でそこから発生する CO2 が200万トンって言われてます。ですから、まあ、その一人一人の力小さなものでも70億人のうち何割かが、あ、じゃあ充電池一回使ってみようかということで大きなその環境に対するになるということで、エコロジストの私が今それやって環境のお話をさせていただいております。で、まあ、その昨今のこの数年ですよね、集中豪雨であったりとかいろいろその天変地異が起こってますっていうのも、それ気候帯がどんどんこの北に上がってきてて、今もう日本列島は熱帯になってるっていうので、いわゆるその昔の夕立と違ってスコールみたいな雨になっちゃって、でそれとこのコロナ禍が相まってですね、避難所でコロナがこうっていうような、そういう危険性もあるので、まずはその天変地異の元になる CO2 の発生を少しでも抑えようじゃないかという、一番身の回りでできる小さな環境活動ということで、電池のことを言って考えてみようというようなことから始めた活動です。でこの電池を使うと電源に刺さないとノイズの発生がしないんですよね、内部循環ですので。ですから普通ライブの時っていうのは小さなホワイトノイズがあると思うんですけど、電池の PA の場合はホワイトノイズが一切ない。ですから今日は本当に楽器本来の生音に近い音を聞いていただけると思いますので、ぜひお楽しみください。で、まあ、この活動はグラビオーラ森重裕子さんと、まあ、ずっと組んでやらせていただいてますけど、このグラビオーラという楽器は1960年代にドイツのホーナー社というのが数百台だけ試作で作って、で今、現存するのが数台しかない。でこの楽器のプロのミュージシャンというのが世界中で織重裕子さんただ一人というので、今日は、存分にこの世界でたった唯一の音をゆっくり電池の音で聴いていただければいいなと思っておりますので、ぜひ暑いですけども、今日ちょうど梅雨明けしましたので非常に暑いですが、楽しんでいただけたらなと思います。じゃあ、お呼びしたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。Thank you.
手たちと、皆さんをつないでくださった素晴らしいゲストボーカル中村美智子私たちステージをいただくことができました。もう本当に、感謝しかありません、これからも、このような状況ですができる限りのことを、少しずつでもさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。